このコーナーは、毎回一人の障害者アスリート、チャレンジドアスリート、及び障害者アスリートを支える方にスポットを当て、スポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺います。ブラインドボーリング B1 女子の高木彩子です。高木彩子。1975年生まれの42歳。2008年、視覚障害者ボーリングに出会い、本格的に競技を始める。 全盲の B1 クラス日本代表として2011年マレーシアで行われた IBSA 世界選手権シングルスで3位入賞2016年ポーランドで行われた天品ボーリングシングルス世界選手権で女子個人戦2位になるなど全盲の主婦ボーラーとして国内外の大会で活躍している1歳半の時目の病気が見つかった高木 左目はその頃から見えず右目の視力も小学校に入ってから徐々に悪化していった高校時代はスポーツに熱中していた高木当時取り組んでいた競技は視覚障害者向けのバレーボールフロアバレーボールだったフロアバレーボールという競技はネットの上ではなくて下をグーで打つ競技なんですけれども6人制のバレーボールで。 え前衛3人が全盲アイマスクをするえ後衛の3人は、えっと、弱視か健常者か後ろの3人の指示に従って、えっと、前の3人は壁となったり左右に動きながらえ準備に競技をすするスポーツですバレーボールに夢中だった高木は30代の時別の競技に出会う。 2008年頃だったと思うんですけどそのバレーボールをしていた友人に見えなくてもできるボウリングがあるんだけど体験会があるんだけど行ってみないって、えー、と誘ってもらって行ってみましたまだブラインドボウリングの人口がすごく少なかったのでプレイヤーを増やしたくて私たちが全盲のクラスが使うガイドレールというものを見て 触ってどのように投げるかっていうのをえっと細かくちょっと教えていただいて三ゲームやってみましょうっていう体験会だったんです視覚に障害を持った選手がプレーするブラインドボーリング全盲の B1 クラスはアイマスクをした状態でピンを狙うが通常のボーリングとの違いは普通のボーリングと 違うところが2つだけあって投げる手と反対側に3 7メートルほどの手すりを置くことその手すりを使って助走したり方向確認をすることと投げた後にボールの行き先と残ったピンを後ろの見える方に補助してもらうことなんですけどもそのガイドレールを、えー、っと初めて見たのがその体験会です。 ガイドレールという手すりとピンスポッターと呼ばれる声で指示するガイド役の存在がブラインドボウリングの特徴だ33歳の時本格的にブラインドボウリングに取り組もうと決意した高木どんなところに惹かれたのか学生の頃にボウリングをお友達としたことはありましたがあのガイドレールもなかったのですごくつまらなかったんですけれども。 ガイドレールがあってピンスポッターの方がいらっしゃるだけで個人競技の面も多いので今までやっていたフロアバレーボールはと全然違う,こう楽しさみたいな達成感覚を得ることができて転校をバレーボールからブラインドボーリングへの転向を決めました。ブラインンドボーリングを始めた頃の高木は アベレージが100以下だったどんな環境でトレーニングを積んだのか練習は視覚障害者ボーリング協会の今会長されている方が練習会を企画してくださっていたんです平日の夜に。でそこに仲間に入れてくださっていたので。 教えていただきながら練習もできる環境にあったので意外と基本を学ぶ機会が多く与えてくださっていた感じですブラインドボーリングを始めた翌年2009年に高木は初めて国際大会に出場した代表デビュー戦は日本で行われたジャパンオープン幸運にも日本で行われる ジャパンオープンという大会が2009年にあったので、私の経験を積ませるために日本で開催される世界レベルの大会に行ってなさいよって言ってくれたんだと思うんですね。4日間投げ切ることが辛かったのを今でも覚えていて、指が痛くて痛くて半べそかきながら大会に出ていたのをもう今でも もう鮮明に覚えていて今すごく悔しかったようなほろ苦い思い出になっています今ブラインドボーリングの強い国はブラインンドボーリングすごい強い国は韓国とポーランドだと思いますで B1 の女子はオーストラリアの女性がすごい強いのでその3か国だと思います。ポーランドは ブラインドボーリング発祥の地なんです全盲クラスの B1 女子日本はすでに世界のトップクラスまで来ている高木も2011年マレーシアで行われた IBSA 世界選手権の女子シングルスで3位に入賞しかし世界の頂点に立つにはあと一歩足りないという 私のメンタルの弱さをいつも感じてしまっていて雰囲気にすすぐ飲ままれてしまうんですね最後までしっかり投げ切ることができなくって銅メダルだったりなかなか目標アベレージに行かなかったことが多いのでその音でもしかして隣の人はすごいスコアなんじゃないかとかすぐ思ってしまったりとか見えない。 こからこそ気になっちゃう気にしなくていいのに気にしてしまうところがあのまだまだ鍛錬の足りないとこなのですぐ海外に行くと露骨に現れちゃいますねメンタルの強さを鍛える上で高木には目標にしている海外の選手がいるいつもあの世界選手権で金メダルを取られる。 えー、オーストラリアのお姉さんがいらっしゃるんですが動じない周りをこう巻き込めるほどのどっしり構えたた落ち着いたお姉さんなんなですコアラのぬいぐるみを私が初めて会った時は持ってあのニコニコしながら楽しそうにセレモニーに出てたりとかするのでその度胸を見習わなきゃなと思って私は目標にしてる人です。 去年ポーランドの首都ワルシャワで行われたテンピンボーリングシンググシルス世界選手権新たに始まったこの大会で高木は全盲の女子 B1 クラスで2位と目覚ましい活躍を見せたシングルスの世界大会え去年ポーランドで初めて行われて初めてのことがたくさんある大会だったんです。 女子2で銀メダルいただいて嬉しかったんですけどあの目標は男女混合クラス決勝まで残りたかったのでうれしさ半分悔しさ半分で去年のポーランドは終わってる感じです個人戦と団体戦があるブラインドボーリングしかしポーランドの大会は4日間すべてシングルスのみという形式で行われた難しかった点は 1>, 1人で全て4日間を戦い抜かなきゃいけない。で3日間予選のあと上位8人が4日目に進める大会だったんですがその4日目は総当たりを1ゲームずつレーンを変えて行って上位3人で決勝するっていうあのプロボーラーがよく。 行われている予選準決勝決勝方式なんですけどそれを初めてブラインドボーリングの部でも取り入れてくださったのであのやったことないことが本当に多くて4日目にレーン移動もしなきゃいけないガイドレールも動かさなきゃいけない、えー、荷物も動かさなきゃいけないっていうことにもう本当に何もできなくて4日目に全然自分らしく投げることができなかったので。 そこはいい経験にもなったんですけどもう一回やってみたいと思わせるような経験でした他にもさまざまな大会が行われているブラインドボーリング現在主な大会は国内ですといつも決まっているのは西日本大会は個人戦だけなんですけど秋に行われる全日本選手権は 1>, 1日目が個人戦になっていて2日目が、えっと、自分たちでパートナーを決めるダブルス戦になっています世界大会は世界選手権アジアオープンヨーロッパオープンあとはアジアパラリンピックですとかがこう何年かに1回行われる感じです夏秋が一番大きい大会が続きます でその夏秋の結果も踏まえて次の年の日本代表が決まります現在は代表メンバーの中でもチームを引っ張る立場になってきたが40代の高木はまだ若手だという若い方々がなかなか入らないので60代の日本代表の方もいらっしゃいます。いくつになっても ボーリングってできる競技だと思いますので、60代の男性の弱視の人がポーランドで金メダルを取るので、年齢というよりはこう、スポーツを普段やってたり、好きだったりっていうがあが、あの上手になる経験がたくさんある方がいいかなと思います3年後に行われる東京パラリンピック。 実はブラインドボーリングも正式種目の候補の一つだった高木にとってもパラリンピックは大きな憧れである出てみたいです。 メディアの取り上げられ方もパラリンピックかパラリンピックではないかというところですごく差もありますし会社の中でも差がだいぶあるので一度はパラリンピック競技になったブラインドボーリングの日本代表選手として選ばれてみたいです。競技の普及 PR のため高木は最近健常のプロボウラーとも交流するようになった。 私が練習させていただいているセンターも練習している仲間や主人がセンターの大会に一緒に混ぜていただいて出場する大会が増えたのであの私も会員さんの知り合いが増えたのでたくさんお友達になってくださる方も増えましたし。 あと、そこの、あの、センターの大会にプロボーラーの方も一緒に出てるので、そのプロボーラーの方に誘っていただいて、違うセンターに遊びに行かせてもらって、私がガイドレールを持っていて、大会の前にガイドレールで練習させてもらえる時間を作ってくださったりとか、あとは、あの、センターの、えっと、スタッフさんが、プロボーラーのチャレンジマッチを、 企画して視覚障害者のブラインドボーリングの部っていうのを年に2回くらい作ってくださっていろいろな形でお知り合いになるきっかけが去年はできました高木はより良い競技環境を求め2011年から現在勤務する外資系証券会社に転職した。入社のきっかけは 2011年より前はマッサージをするお仕事をいろんなところでしていたんですでボーリングをするためにお仕事をする感じだったんですけれどもある時教会に障害者の就職をサポートする会社さんが営業に来てくださって好きなスポーツを仕事にできるならやってみようかなチャレンジしてみようかなと思って転職活動を始め で面接してもらってパラリンピックではないですがブラインドボーリングの選手として採用してもらいました会社では具体的にどんな仕事を担当しているのだろう今は3本柱で仕事をしていてまずは所属部署の事務のお仕事を週に2回出勤の合間にダイバーシティの障害者 について、うん、と社内の啓蒙活動をする委員会活動の仕事がもう一つで最後に、えっと、ブラインドボーリングの選手としてという仕事の3本柱で働いています勤務が終わると練練習習日々の練習時間はブラインドボーリングはセンターに行って2時間から2時間半くらいですかね。あとはランニンニグ したりパワーリフティングのジムに行ってパワーリフティングをしたり最近教えてくださるコーチを変えたのでその方に週1回教わったりしています高木には競技生活を支えてくれている大好きな曲があるジー,アルフィーのビクトリーをよく聞きます高校生の頃からジー・アルフィーさんの大ファンでスポーツを 頑張るぞっていうこう高揚感を。モチベーションを上げてもらえる試合の前やウォーミングアップの時によく聞きます。特に坂崎幸之助さんのファンです。ライブもよく行くんですけれども、年に二三本行かせていただくんです。そして高木を支えてくれる心強い味方が。結婚間もない夫である。 昨年の1月に結婚しました彼もブラインドボウリングの選手で北海道出身なんですけども北海道時代の友人が、えー、とブラインドボウリングの選手で東京で「こんなのあるから行ってみなよ」って言ってもらったみたいで私たちの仲間に入ってきたのがきっかけで知り合いました3歳年下の夫は。 障害のの軽い B3 クラスなので少し周囲が見える状況だ主人もスポーツが大好きでブラインドボーリング一緒に練習してピンスポッターとしてピン読みをしてくれながら投げる日もありますしあの私はサポートしてもらえますし一緒に、えー、パワーリフティングのジムにも行ってるのでスポーツの仲間として。 また、あの家では夫婦として毎日過ごしています。家でも夫婦でボーリングの話をするのか、家でもします。えっと私わからないことがあると、こういう時は道具はどうしてるの？とか、どういう風に投げてるのとか結構聞いたりとかすることが多いですね。一緒にあの？ 秋に全日本選手権でダブルスを組んでるんですけども昨年のダブルスが組んで3度目だったんですけどいろんな高め合いながら初めてダブルス銅メダルを頂い,いたのでそういう意味ではこう夫婦で切磋琢磨する高木アスリートとしてのこれからの目標を聞いてみたまずどこでも 普通に投げられる度胸と筋力をつけることとあとは、えっと、楽しくボーリングができることあとは日本代表に選んでいただいて8月に、えっと、今年は日本で世界選手権があるので日本での世界選手権で B1 女子でメダルを取ること あとは健常者の方々とブラインドボーリングを通じて交流してみんなで楽しく投げることです。高木にとってブラインドボーリングの魅力とは私たちの耳を楽しませてもらえる競技だと思っていてこう投げたらこういくからストライクになるだろうと思って投げてみたら 想像通りたくさん倒れてストライクだったとか想像と同じ音がした時すごく気持ちいいのでぜひその気持ちよさを味わいに一回体験しにいらしてください